デザーリーガセミは、イラニスファハーン出身の陸上競技選手。専門は短距離走100メートルで10秒12、室内60メートルで6秒58の自己ベストを持つ。2015年アジア選手権、男子100メートルの銅メダリスト、2012年アジア室内選手権、男子60メートルの金メダリストである。2010年2月に、 地元イランのテヘランで開催されたアジア室内選手権男子60メートルに出場すると決勝ではサミュエル・フランシスに次ぐ6秒67で銀メダルを獲得した。2012年2月に甲州で開催されたアジア室内選手権男子60メートルに出場すると前回大会チャンピオンのサミュエル・フランシスなど 有力選手は不在だったものの決勝を6秒68で制し、初のアジアタイトルを獲得した。この種目でのイラン勢の金メダル獲得は、2004年テヘラン大会のアブデラフォアサガー以来だった。2014年2月に、甲州で開催されたアジア室内選手権、男子60メートルに出場すると、決勝では、サミュエル・フランシス、 フェミオグの出に次ぐ6秒68で銅メダルを獲得した。2014年3月にソポトで開催された世界室内選手権男子60メートルに出場すると予選を6秒58のイラン記録で突破し3大会連続となる準決勝に進出した。初の決勝進出がかかった準決勝は6秒62とタイムを落とし敗退した。 2015年6月に、武漢で開催されたアジア選手権に出場すると、100メートル決勝で、フェミオグノデ、超土かうもえにつく10秒19で、銅メダルを獲得した。2016年2月に、ドーハで開催されたアジア室内選手権、男子60メートルに出場すると、準決勝で、地元カタールのサミュエル・フランシスと都心オグノデが、フライングのため、姿を消す中、 4大会連続となる決勝に進出した。決勝では、同じイラン人のハッサンタフティアンに破れはしたものの6秒66でニーに入り、4大会連続のメダルとなる銀メダルを獲得した。記録欄のうちの数字は、風速で、プラスは追い風を意味する。微光欄の記録は、当時のもの。ありがとうございます。